ライナールートビヒクライゼンはドイツの科学者である。主な業績にカルボニルの縮号とシグマトロピー定位がある。クライゼンフラスコとして知られる特殊な上流フラスコの設計者でもある。ケルンで弁護士の家庭に生まれ、1869年からボン大学で科学を学んだ。1870年から1871年には看護師として陸軍に従軍し、 ゲッティンゲン大学で研究を続けた。1872年に、ボン大学に戻り、1874年から、同大学のアウグスト・ケクレの研究室で博士号を取得して研究者としての活動を始めた。1878年に渡し、講師として、ボン大学で教授資格を得た。1881年、アルドール宿号の一種で、クライゼン・シュミット宿号として知られる。 方向族アルデヒドと脂肪族アルデヒド、またはケトンとの縮合を記述。1882年から1885年まで、マンチェスター・ビクトリア大学で、ヘンリー・エンフィールド・ロスコー、カール・ショア・レンマーと共に研究した。1886年には、ミュンヘン大学のアドルフ・フォンバイヤーの研究室で研究し、 翌1887年に暗い全宿号として知られる活性メチレン元を持つエステルの宿号反応を発見。同年に私、講師としてミュンヘン大学で教授資格を得た。1890年に方向族アルデヒドとエステルとの暗い全宿号による経費酸の合成を記述。同年はアヘン工科大学の有機化学の正教授に、 クライゼンイサチン合成として知られる経路によるイサチンの合成を記述した1897年には、キール大学の科学の正教授に就任。さらに1904年には、エミール・フィッシャーの協力で、ベルリン大学の名誉教授となった。1907年、ボンキン校のゴーデ・スベルク・アムラインに、施設研究室を開設。1912年、熱によって融合される。 アリルフェニルエーテルの転移反応を発見。1925年の最後の論文で衝述し、この反応は暗い全転移と呼ばれるようになった。1930年にゴーデスベルクアムラインで死去した。ウィキメディアコモンズには、ルートビヒクライゼンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。